するしない？それでは今回の匠見ていきましょう。第4局オーラスです。皆さん手配を開けてください。さあオーラスドラはトーン、オーラスここまでやってきました。チュンガトイツドラが1枚、2着まで6500、トップまで17200点差。ハネマンツまでトップは見えるですがね、高い手作れば2着以上も可能性はある。手まずはドラが重なった、どういった方向に行くか。これどういきます？チートイツをね、本戦に。ドイツで本戦。出たら泣かないんですか？泣かないです。チュンボドンも。はい。残す牌はどうなっていくのか。ウーソーも切りました。場にピンズが安くなってくれたらいいんですけどね。名本チートイまでありますから。今ね、ローピンが1枚見えているだけ。ランは2枚切れ、1着順アップでも嬉しい局面ですが、統一手を見てるということはハネマントップまで目指してるってことですよね。チャンス手なんでね。じゃあ重なった E1 なんだ。 E1 は1枚ずつ、1枚は重なりそうなんでまだ切らない。に行くパターンで仕掛けるのはもうないってことですか？ないですね。あ、トンがアンコになった時は仕掛けますよ。なるほど。あるいはチュンがアンコになってトンポンできるなら仕掛けますけど、どっちかがアンコになってないと仕掛けないですね。自力で何かが3つになってないと、はい、9ピンあたりが3つになった時は、はあ、また選択だ。チーピン切りました。残す牌の時意識持つのはどういったとこなんですか？あれ、37を外してって端を残すっていう感じですよね。あと場に出てる牌はやっぱり信用できないんで、はい、切っていくって。だから数ピン出てますから、数ピン出ていく形になりますね。ただこれ本一チャンタチュンドラドラで跳ね回るんで、仕掛ける可能性出てきましたよね。これでってことは数ピンがリャンワン、イーワンと数ピンがいなくなるパターンですね。そう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 。今のパーセンテージだと今出たらどっちですか？チュンカトンが今出たら泣きますね。あ、ただリャンピン2枚出たんで。ああ、2枚切れになったか。きついですね。リャンピンが次上地から出たりしたら。チーしたらもう他の自敗が出なくなるんで食えないですね。泣けないか。はい。なるほど。1万が2枚場に出ました。薄くなってきましたね。こういう着方は良くないね。あ、でも論争残すんですね。一応馬強が嘘3枚見えてるんで、はい、論争来る可能性もあるんだね。山に残っていてもおかしくない、はい。あ、でもすごいです、チュンの一つも出てこないですよ。あ、トンがドラなんでね、他の役牌もちょっと厳しい。あ、リャンピン泣いちゃダメなんですよね。3枚目チャンコ、なんて間合いなんでしょう、この。ねえ。ねえ、重なって、リャンピン3枚目が場に。まあ、これはトンポンできるんで、はい、リャンピンの方に残しても構わないですよね、別に。そうですね。んー、ションパイだ。あ、切るんですね。まだどなたからもリーチは入っていない。2着まで6500点差。本当に引きが弱いね。進みませんね。ピンズで引いた牌がいいピンだけでしょ。本当ですね。こんなことって普通ないんですけどね。かなり苦しいこのつもやま。チュ
君がうんこになったので動いてもいいとねおっしゃってたんですけれども、動けるような肺が出てこない。転廃してるパターンあるんですかね。親はありえますね。親が転廃、はい、こういう皮肉な聞き方するんですよ。親がもし転廃じゃない、転廃で書けない理由って何なんですか。流局したらやっぱりそのまま割れるんでね。あ、なるほど。トップで開けなくても別に出てきたらロンかなってことですか、はい、積もったり。やっと進んだインシャンテン。今の老僧じゃないんですね。一応ねこうポンっていった時の打牌が目立たない方がいいんで、まあこれはもう上がれないですね。ここは残っちゃったから最後上がりまでと思うと確かに厳しい牌が残っている。あ、ピンチが入った。ポン、キューピンをポン。転廃はできたかね。さあトンとシャアのシャンポン転廃。トン積もればトップ。背底でシャア積もってもトップ。はそうか、このまま行くと背底があるんですね、はい、おー追いかけたぞ。彼どうします。上がります。チュンドラドラ、はい、ドンです。はい、これ上がって2着浮上ですもんね、はい、出し方ない。はい、さあ土田さん、シャアでロン、これで8000点の上がり。そうですね、厳しかったな。2着に浮上しました。なんかみんなに上がらせていただいたような。いやこの終盤に来ていやでもこれすごいですね。トン積もれば逆転もあったが残ってたのかどうか見てみます。リーチが2人入ってるんでトンないですね。もう山にね。山にないですか、確認してまいりましょう。皆さん手牌を開けてください。あ、ないですね。本当だ、ない。お箱また取られてますよ、チートイツお箱がトンはもちもちでした。ってことはシャアはいや、2枚あったんだ。あの1枚ともう1枚。トイメンはリャンパーピン。あ、フリテンなんだ。で、親もフリテンの老朽層。なるほど。いや、でも、よく上がれましたね。これ。この手。これ、ないですよ、結構厳しいレアケースですよ。だからこれシャア親から直なら一母2本出たんで、はい、スルーする手もあるんですけどちょっと怖いもんね。少数派内見な気がしますけど ねやっぱり2着に上がって終わらせるっていうのが、うん、いや最後はい、はい、上がりきって2着になることができました。途中ね5000点のラス目からかなりのナンバー復活劇、親番5本番まで積みましたしね。ありがとうございます皆さんのおかげです、はい、さあ土田さん、はい、対局打ち終えました。今回 M リーグルール、はい、結果は2着となりましたが、はい、もうありがたいです本当に。いや途中の打ち筋、まあ、統一手の作り方は見事ですし、降りる局面だったりの判断の速さがやはり他の選手だったりとは変わりますよね。見ていて面白かったです。だって上がれない手はすぐ分かるもん。ねえ、もう体感で分かっちゃうんですね、うん、50年やってんのよ近い手が近い。あと何年やってんの私は10年ちょっと覚えてから。ねえ、まだ、ね、だって30歳ですからね。50年間ですもんね。そう、私が全く生まれてない時からね、お家になられてるだから、上がれないなって思う手は早く分かるっていうことですよね。あ、だそれで、ああ上がれてたんじゃないっていうのはほとんどないんで。見てくださる方の中には、普段その場の空気だったり、うんうん、そのオカルトな面も大事にされてる方にとっては、うんうん、かなりこれは魅力的な動画になったんじゃないかなと思いますけれども、うん、かなり伝えられました皆さんに。ちょんちょんねちょんちょんで、いやこれはね深い、まだ探り足りない気がします私。だから手腹の手あるじゃないですか、手腹、はい、ハイパイ。
だからその手が60枚終わってリアンシャン店に なってリアンシャン店になってなかったらもうやめた方がいいです。もうこれあの基本的な話としてはリアンシャン店、はい、だから赤だとかドラだとかあるとついその先行っちゃうじゃないですか。そうすると振り込みやすくなるっていう、そこはもう本当一つ一列目のけじめをつけないとね、判断が見事でした。でも難波のまた人が変わったように泣いたり、はい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 、親をつなげて周りの速度に合わせるためにというのはかなりあの手出しつもぎりを明確にこう追うというよりもしっかりその判断スピードを合わせていくっていうか、ねええ、それが大事かなって。難波はもしあのこれぐらい差があるんで、はい、運が開いてるんで、それを開いてる、それを埋めていくのは仕掛けしかないっていう感じですよね。そこからこの復活まであったわけですもんね。見事な打ち筋でございました。またぜひよろしくお願いします。埋めてくれてんの。はい。いやマジ本当楽しかったです。はい、はい、そして土田プロからおこんないい本がいつ出たんだ。あれ運を育てるという、よく見つけたね。もう廃刊になってるはずなのに。こちらの本がね、抽選で1名様にプレゼントされる今回最終回のプレゼント企画。だけどもう視聴者のほとんどの人が持ってるからな。あ、それはね、もう残念だな。でもなので今回はサインも入れていただこうと思いまして、これならまだ持ってる方も少ないでしょう、はい、当たっても嬉しい。そっちのこのパッケージすごい素敵な笑顔ですね。これどこで撮ったんですか。箱根ですね。箱根。箱根の草原で撮ったんですか、ええ、また後ろも見せてあげてくださいよ。これあの、角川の人が、どうしてもそこで撮りたい。そこで麻雀している風景を撮りたいって言うんで。すごい爽やかですよ、後ろも。見てくださいよ。これは、これも箱根のあの、なんとかっていう草原。綺麗な空ですね。ええ、はい、戦場ヶ原じゃなくて、あれは日光だった。あの、そういうところで撮りましたね。はい。大変だったらこれ、やぶ、あの、ここに行くまで。まで、どんな本なんですか、この運を育てるっていうのは。あなたにはね、もう全然違う世界ですよ。あのね、数字なんてことはない。数字は書いてない。どんな勝つことも書いてない。前書きの第一文が、運とは何か。何か読みたい、気になる。私実際これ読んだんですけどね。数字を突き詰めていけば、麻雀を解き明かすことができると信じていた、私ね。あ、土田さんが、ええ、でも、とても愚かでしたって、もう、よく分かっちゃった。数字を追いかけていくと、ね、まあ、本当に、ダメな方向に行くんだなってことに気づいて、4行目までにそれ書いてあるの面白いですね。はい。あの、心を育てようかなって。皆さんもぜひ、読んでみてください。とてもね、あのね、麻雀牌が1枚も出てこない、ね。心が豊かになる本ですよね、これね。そうですね。うん、褒めてんじゃん。褒めてますよ、さっきから。私読みましたもん、こちらの本。はい。さあ、こちらサイン入れていただいて、抽選で1名の方なんですけれども、こちらの動画見ていただいたコメント欄に、この運を育てたい、本欲しいっていうコメントをね、ぜひ皆さん応募ワードにしていただいて、いっぱいコメントいただければ、その中から1名様に当たります。ラスメの心得、書いてありますか。途中ありましたもんね、自分も今回ね。ラスメの心得。大事にされました。はい。大丈夫でした。ラスメという状況、結構重い分ですね。人間は弱さ、ずるさ、醜さを抱えながら生きてるんで、なかなか麻雀本ではありえないワードがつらつらとね、ラスメになるとそれが出てくる。それを自分でね、セーブしていきましょうねっていう。苦しくなるとね、マイナス面が出るじゃないですか。でも気持ちの面かなり大事ですよね、麻雀って。メンタル展望があのずっとなくなってくると、メンタルがね、落ちてくるっていうところを、ちょっと気持ちを立て直すためにはこれ読んどけばいいかなって。それがあったからこそ復活があったんですね、ここまでのね。そうですね。惜しくもトップ当たりませんでした。あのね、トップだとかラスだとか、そんな順位にこだわっててどうするの。さっきのトップ取るために羽根マンが打っちゃうとか、あれだけ語ってたのに。チャンスはね、チャレンジする。はい。チャレンジできなかった。弱い。これも弱さですよ。相手ね、まですね、見ちゃいましたもんね。さあ、土田さん、今回の麻雀の匠、皆さんにぜひお伝えしたいことがあれば。あの、麻雀は勝ち負けにこだわっていると良くないですよって。はい、トップ2着、3着、4着、誰かが受け持つゲームなんですけれども、そうですね、その着順の取り方に、一喜一憂する必要がなくて、自分はどこまでできるんだろうって、自分はどこまで手を作っていけるのか、あるいは天杯まで進んでいけるのかっていうことで、その結果として振り込みがある、うん、
そんな、その結果として、嫌ったところを持ってきちゃったりして、俗に言う裏目って言うんですけれども、そんなこと気にしてたらダメだって。もっと前向きに、もっとポジティブに打っていくっていう、ここにいますから。ごめんなさい、何がですか？麻雀の神様。あ、神様いらっしゃる。それ我々を守ってくれる神様が、ここにいるわけですから、はいはい、守られてるんですよ。もうすでに。はい、だから、そこを大事にしてほしいな。つまり、はい、振り込もうが、ラス引こうが、全くがっかりする必要がなくて、明日があるって、明後日があるって、思わないと、麻雀というゲームを勘違いしちゃう。と僕は思います。これは本当に人を育ててくれるゲームなんで。あ、わかりやすい。はい。よかった。途中からアイコン置いてかれたのかと思いました。人を育ててくれるゲームなので、はい、そこに重心を置けば、いつも、こう、いい表情で麻雀できる人になれるんじゃないかなって。うん、やっぱり、変なほら、厳しい表情で、なんかつまんなそうにしてもってもそうだけど、周りが気使うじゃない。うん、なんかこの人イライラしてんなとか。そうじゃなくて、いつもこう、柔らかい表情で打ってると、あ、また一緒に麻雀しましょうよってなるじゃないですか。そこが大事なとこだと思うんですよね、麻雀するってことは。土田さんにとって麻雀だったら、こう、皆さんに素敵な、こう、ハッピーを届けてほしいんですね。幸せになることが、人は大事じゃないですか。幸せになるにはどうしたらいいかってみんな求めてるじゃないですか。でもそれって、お金とか物質的なものじゃないんですよね。精神的なもので人は幸せを感じるんで、それを麻雀してる最中に感じてほしいなって思うんです。いや、なんかすごいいい話で、ぜひ皆さん、土田さんの本買ってください。年間5万円コースと、10万円コースと、30万円コースと、ありますんで。壺と印鑑と、あと、あれがあるんですよね。なんかこう、なんか水。ぜひ皆さん、そちらもチェックしていただいて。土田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。今回のゲストは土田幸四郎プロでした。麻雀の匠、またぜひ遊びにいらしてください。 ありがとうございます。ありがとうございます。 M リーグはね、リーグ戦ですからね、見逃してトップ目指さなきゃいけないってなると、かなりのもう条件戦終盤か。あ、いかないですね。いやいかないですね。ナンバからかなり吐いてー、背景があるって言ってたんだもんね、俺ね。出た言ってましたけど。弱いな、人間って。いやいらない、いらないっていうか、いや、おかしい、いや、おかしいけど、あるんだ。シャータン機だろ。髪が乱れちゃった。シャータン機にしておいてくれたら劇的だったのにな。あ、人様のせいにしだした。驚きの最終回。背景にいたよ。すごいですね、土田さん。ここ使わないと思うんですけど、なんかこんなドラマチックな未来が絶対残ってる毎回あるのに、それ全部逃してるっていう、すごいですね。ねえ、いやだって、すごくない？チートイツ2回ミスったっていうか、まあ、一発も2回神手順だったのに逃して、これも最後、劇的逆転のオーラスの配定もあったのに、ありがとうございました。つい頭が働いちゃってさ、トンね、持ってるからリーチ来たんだろうなって。当たり前だよね。どっちかなんかしら絶対あるよ。でもさ、やっぱりトン短期もあるかなと思ったけど、 M リーグのリーグ戦じゃなきゃ上がらないよね、個人戦なら当然。いや、ちょっと分かんない、大体上がるけど。だってトップ取んなきゃ通過できないってルールなら上がんないけど、それは誰だって上がんないけど、だからそれじゃないじゃん、これだって。このスリルが大事なの、麻雀って。何その、アトラクションみたいなこと言われても全然分かんない、スリル響かんわ、ね。でも、おい、なんでめくったんだよ。もうやだ、もうありがとうじゃん。だって2着になれるんだよ。でもさ、年取ってないってこと分かってよかったね。いや、年は取ってるよ。ここにいるんだから。いるんだから。今までの出がらし見たでしょ。あ、そうか。年は取ってる。はい。